エドゥアルト・フォン・マーチン、C1901 エドゥアルト・フォン・マルテンスは、ドイツの海洋生物を専門とする動物学者である。シュトットガルトで生まれた。父親は、法律家で、博物学のコレクターとしても知られる、ゲオルク・マティアス・フォン・マルテンスである。チュービンゲン大学で医学を学び、1855年に、卒業し、ベルリン大学教授のヨハネス・ペーター・ミューラーノのノルウェーの、 海洋探検の助手を務めた。ベルリン動物学博物館の職員となり、没するまで動物学博物館で働いた。海類、無脊椎動物の学芸員を務めた。1860年に、プロイセン政府によるシタス号の極東海洋調査公会に参加し、その後15ヶ月間にわたる東南アジアの海域での生物調査を行った。 この調査の記録は1878年から大プルシアンエクスペディションナーハオリジナルサウンドトラックアシエン・ズーロジーとして発表された。200に及ぶ科学論文を執筆し、155の新しい遺族と約1800の新種の軟体動物の記載を行った。1872年にロストック大学から名誉博士号を受け、1899年に プロイセン政府から数密古文館の称号を与えられた。1899年にロンドン林立協会の会員となった。アコヤガイなど多くの種の学名に懸命されている。E.E. マーチンは植物の学名で命名者を示す場合にエドアルト・フォン・マルテンスを示すのに使われる。著作リストはドイツ5番ウィキペディアを参照。ありがとうございます。